怒るか怒らないか質問。インスタグラムで募集したやつだね。質問、はい、いきますよ。はい、早速ですね。はい、お茶をウイスキーに変える。おお、嬉しい。え、嬉しい。麦焼酎の方がいいかな。色が大事。あ、そういうことか。まあなんだろう、希望を言えばサントリー書くか、チタ、山崎でも OK。 セットした髪を思いっきりぐちゃぐちゃにする。おお、まあもともと無造作ヘアみたいなもんなんで全然問題ないですね。はい。顔に落書き。あ、全然いいです。うん、うまく書いてね、その歌詞うまく書いてくれ、もう本当に画力を発揮していただければ全然問題ない。彼女の悪口、もうそこは触れないです。はい。トイレに閉じ込める。怒りません。あの動画がね、こっちでもいいけどこっちでも上がってるんでね、ぜひ見ていただければと思うんですけど、あの団結力には、感動しました。応援に駆け寄るなんて、もうあれはもう関ヶ原の合戦みたいな、よくわからんけど理解していただけたらなと思います。みんなこないドッキリしてみた。みんなこないドッキリしてみた。あ、会社に。おお、まあ、よくあるからな。よくある。あ、休みの日に会社に来ること多いから、休みの日大体みんないないから、あ、今日休みだっけって思いながら普通にやっちゃいそう。ただ会議とかなんかみんなで予定あっていないってなったら、はあ、リモートだっけみたいになって、なんかもろもろ連絡はすると思います。はい。連続無断欠勤。おお、連絡も取れないパターンを想定すると、まあ怒りはしないけど何かしら対処はしますね。はい。なんでっていう理由は聞きたいですね。理由聞いて内容的にその問題があるようであれば、なんかその問題解決するし、そうでもなければなんかただ自分の都合とかそういうのだったら、どうしたいのかも含めてなんか対応すると思います。はい。社長のプライベートを邪魔してみた。ああ、プライベート、まあ俺が例えばデートしててデート邪魔されるみたいな話。ああ、うん、そうですね。その何だろう、俺が別に何かされる分はいいんだけど、その一緒にいる人とか誰かが迷惑かけるんだったら嫌だけど、別に俺単体で行動してて、なんか休みプライベート一人で勉強しててそれを邪魔されるとかは全然、おお来てくれたんや、どうみたいな、しゃべもしばっかっつってやってると思います。全然問題ないですね。会社で流しそうめん。おお、楽しそう。全然 OK。 やっと、それは全然 OK。 片付けはしっかりしよう。そう、片付けが怠ってたら言うぐらいかな。綺麗好きだし。出勤したらみんな寝てる。おお、そっか。まあそれは多分会社の方針としてみんなを不眠にさせちゃってるって思うんで、しっかりそれはもうその日最初のもう3時間ぐらいはみんな休憩。おお、休憩というかもうちゃんともう休み、残れる人はその分残るって仕事する、もしくは別日にその時間分働くで OK。 寝かせてくれるという。寝かす。ちゃんと寝かす。寝たいときは寝たほうがいい。うん。パソコンのデータを消す。ああ、いろんなところに迷惑がかかっちゃうんで、そうですね、これは良くない。怒るというか、もう本当になんかその人どうこうでもなく、必死でどうにか各所に謝りにも行くと思うし、データ管理っていうのもうちの会社の重要な仕事、まあどこの会社にとってもそういうデータ管理ってすごい大事だと思うんで、まあ消されてもバックアップは取ってるから一応安心ですぐらいですかね。うん。社長の髪の毛を勝手に切る。ああ、やだな、すごくやだな。それは、ああ、そうだね、前髪だったらちょっと怒るかも。おー、怒るんだ。前髪はちょっとやだな。社長の寝ている間にバリカンで坊主。あ、それはね、怒りますね。はい。何してんのってマジで怒りますね。本当に外出たくもなくなる気がするので、あの、いろんな責任を負ってもらいます。頭からラーメンをかける。ああ、それはラーメン作った人に対して失礼だから怒るね。それを食べ物粗末にしちゃダメでしょっていう、叱ると思う。うん。会社を荒らしてみた。おお、物壊されなければいいですか。セーフかな。めちゃめちゃ叫んでもいいんですか。めちゃめちゃ叫ぶか。まあ迷惑かけなければ。物壊したら怒るかな。ちょっと落ち着けて。じゃあ次は、会社の鍵を変えてみた。おお、
なんか気分転換っぽくていいんじゃないですか。いいんだ、うん、全然。財布からこっそり全額盗む。おお、理由は聞くな。怒りはしないけど理由は聞くな。こっそりですよ、うん、こっそりでも、こっそりでもなんか理由聞いて、もう言えよって思う。むしろこっそりすんなよって怒る。理由聞いてなんか納得できるんだったら、あ、じゃあ貸すけどみたいな感じの話はできると。貸すというかもうなんか理由によってはなんかそのまま持っていけよって思うけど、悪いことしてるんだよっていうのはちゃんと言う。叱るだね、これは。ギリだね。ギリ。あ、じゃあちょうどいいとかですね。ちょうどいい、このラインちょうどいいね。兄の悪口を言う。これは怒る。あおお。これは怒る。これは怒る。もう家族の悪口は絶対嫌だ。本当に。唯一俺のその家族でもあるので、まあ、兄貴に対して何か嫌なことがあったら本当に俺は怒るとは思いますね。そのぐらい仲もいいし、めちゃくちゃ大切な人なので、兄貴と仲いい人が悪口言われてたらもうちゃんと言う。社員の悪口を言われた時、うん、怒ります。はい、しっかり怒ります。それでは最後となりました、はい、知らないうちに社員を増やす。あ、知らないうちに社員がめちゃ増えてるみたいなね。楽しそうだ。楽しそう。なんか面白そうだったらいいんじゃないかな。でも、まあ、1個だけ言うと、正社員募集しておりません。いろんなご連絡いただくんですけど、基本的に今正社員募集してなくて、エージェントという形で映像関係だったりタレントさんとか俳優さん、インフルエンサーさんとか YouTuber さんとか登録できるシステムがあって、そういう方たちにお仕事を振っている会社になってます。そのお仕事を、まあ、やっていただける方だったりとか、何かしら案件が来た時に一緒にやってくれる方とはぜひエージェントとしてご一緒したいと思っているので、そういう方はポートフォリオとかプロフィールとか経歴を送っていただければなと思っております。1個だけ、もし雇うとしたら映像ディレクターの方とかプロデューサーとかプランナーの方はちょっとお話は聞いてみたいなと思っております。はい、以上です。おお。いや、なんか怒るギリギリのライン見えた気するね、これは。まあ、でも本当に人が嫌がることをしなければ俺多分本当に怒んないと思って感情的になることがほぼないと思います。インスタグラムこうやって質問募集したじゃん。すごい150件ぐらい質問いただいて、本当に今回選べてない質問もたくさんあると思うんですけど、インスタグラムをの質問募集を使って動画を撮っていきたいなと思っているので、ぜひインスタのフォロー、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それでは以上になります。はい、せーのからはもう各々で考えよう。 OK です。せーの、グッバイ。ありがとうございました。